日野三日野岬日尾岬日日の中上雪林出も日野岬東大京島日野岬漁港門原島日、お岬は、島根県出雲市大社町尾尾岬に位置し、島根半島のほぼ西端で、日本海に面する岬北緯35度26分06秒、計百132度37分44秒。 北緯35.43500度統計132.62889度、35.43500132.62889大戦沖国立公園に含まれる。流門岩から構成される山が沈降して、海に浸かり、波に侵食された後にわずかに隆起し、海食台と呼ばれる地形が形成された。周辺には、柱状設備やホラー穴が見られ、海上には、 小島や岩礁が点在する。海底には、佐藤ヶ瀬と、盆イと呼ばれる岩があり、人工的に掘られた階段や参道、祭祀跡が確認されている。これは、沖縄県の南城市にある、世界遺産最上御竹に似ており、アマテラス大臣の神話によく似た神話が、最上御竹に伝わっている。岬城には1903年初天皇の出雲、日野岬灯台が立つ。 海抜63メートル、光立ち21海里で、明かり塔は43.65メートルと石造りの灯台としては日本一の高さである。三冠灯台なので見学も可能である。日尾岬駐車場近くには商店街があり、イカ焼き、ソフトクリームなどの飲食店や土産店がある。季節にもよるが、天日干しのカレーやノドグロなどの干物も売っている。 日を岬の大祖鉄及び南方に浮かぶ京都の京島海猫繁殖地は国の天然記念物となっている。ありがとうございます。